日本徳島県鳴門市大間町、池谷大間町池谷は、徳島県鳴門市の大技。2021年12月31日現在、の人口は553人、世帯数は243世帯。郵便番号は、郵便番号779-0303。鳴門市の中央より、やや西部に位置。東は、大間町、大谷、南は、 大谷川の急流路をもって大麻町、松村、大麻町、高畑及び大麻町三つ俣、西は大麻町萩原、北西は大麻町坂東に接する。北は山地、南半の平野部は農業地域。水承地をはじめとする農業用ため池や、用水堀が発達している。徳島県道12号鳴門池田線が東西に通り、 その北側に、道線のバイパスが通じる。地内南端で、JR 高徳線と鳴門線が分岐し、池谷駅がある。駅前からは、板野郡北島町方面へ、徳島県道167号、北島池谷停車場線が通じる。県史跡に指定されている池谷報道事故墳と、天賀別神社合墳群があり、古墳群を保存するために、 県道12号線の工事の際に池ヶ谷トンネルが作られた。この他に持ちには土見門天皇御仮草塚、阿波神社などがある。江戸期から町村制の施行された明治22年にかけては万道軍を呼び、板野軍の村であった。漢文4年より板野軍に属す。明治22年に道軍堀江村の大技となった。昭和28年4月より、 堀江町の大技となる。昭和34年4月に、坂東町と堀江町が合併し大今町が誕生し、同町の大技となる。昭和42年に大魔町が、鳴る市に編入され、現在の鳴る市の大技となる。ありがとうございます。